こんにちは、しげしげです。スーパーノエルチャレンジ同キャラ禁止、こちらを覚醒ヘスティアパーティーでやっていきたいと思います。で、スーパーノエルチャレンジっていうのは何かというと、まあ、ダンジョン的には、バトル20で同キャラ禁止、消費スタミナ99で、クリアするとスーパーノエルドラゴン、あの限界突破させるやつですね、あれがもらえるというダンジョンです。で、これが5回ぐらい来るのかな。配信スケジュールとかは、概要欄の記事をご確認ください。ということで早速やっていきましょう。で、ある程度ね、初見、ある程度っていうか初見なので、ある程度負けないパーティーでやっていきたいと思います。覚醒ヘスティアはまだ使ったことないのかな、動画では。なので、まあ、使ってみた動画的な感じになればいいかなと思います。まずリーダースキル確認していきましょう。火と木属性の攻撃力が2倍、両方の属性を持つ場合攻撃力が4倍、火、木、光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が3倍というものになっております。まあ、最大倍率はめちゃくちゃ出ます。144倍かな。はい。で、軽減もかかると。で、覚醒ヘスティアの場合、クロノスとか他のこのシリーズと比べて、はい、回復強化を3つ持っています。で、追加攻撃を持っていますというところで、HP 倍率も回復倍率もないと見せかけつつも、 HP 倍率は、まあ、実質軽減で補えてるっていうのと、まあ、回復力が非常に高いので回復倍率もあるようなもんだということで、非常にバランスの取れているパーティーです。で、一応フルで倍率が乗るのが、火と木属性を持つモンスターなので、このパーティーの場合アテナヘリオス、火アテナはフルでは倍率は乗らないものの、まあ、この子キラーを持ってますので、お、めっちゃ倍率だ。はい、キラーを持ってますので、まあ、そんなに遜色なくいい感じに火力を出していけるのかなと思います。コンボ数が少ない。はい、で、パーティーの詳細などは概要欄の方に全部載っけておくので、気になる方は見てみてください。うん、まあ、現状そんなに難しい印象は受けません。めちゃくちゃいい回復力ですね。で、回復強化を持ってますので、回復は消すときは4つ消しにしてあげるとかなりまた回復力が上がります。アンタレスも持ってるの。なので、これで5万回復します。はい、めちゃくちゃバランスの取れたいいパーティーだと思います。で、今回は同キャラ禁止なので、このテウルギア入れてるんですけど、ちょっと色見てなかったな。前色あったかな。光がないかな。光がなさそう。早速、あ、2個しかないね。はい、落ち込んなしですね、これは。何を落としたっけ。そう、テウルギア、テウルギア同キャラ禁止なのでテウルギアを編成してるんですけど、普段はね、エンラもう1枚入れてます。火力がね、めちゃくちゃ出せるのでおすすめです。結構ヒトキっていうのはモンスターが少なくてですね、悩みがちです。ゆっくりハマるモンスターがそんなにいないというか、まあ、アンタレス、エンガー、この辺りを編成してあげて、あと光の枠ですね。光の枠は、まあ、転生レイランでも全然いいと思います。おお、綺麗に残った色、素晴らしい。転生レイランの場合はキラーは持ってないんですけど、あれですね、コンボ強化を持ってるので、まあ、そんなに遜色なく火力を出せるのかなと思います。このパ
パーティーはそうですね、指がそんなに、まあそれでも結構あるんですけど、そんなに詰めていないので、まあちょっとパズルが必要かなと。何秒だ、あーなるほど、6秒ですね。ただ、3色消すだけで軽減かかりますので、まあ耐久もお手のものというか、あ、6秒あれか、覚醒無効が入って6秒か、失礼しました。はい、3色消すだけで軽減がかかりますので、あー倒しちゃったな、大丈夫かな。はいはいはい、軽減があるので安心ですね。一旦大丈夫かなと、ちょっとゴリゴリ進んじゃってるんですけど、はい、ここは半減が入るのかな、ちょっと怖いな。まあ大丈夫でしょう。よし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 、半分きましたね。あーちょっとやだな。あ、でも追加攻撃を活かせるのでジン使いましょう。はい、ジン、ジン、ジン使います。いい感じですね。で、覚醒無効が取れてるから追加攻撃も発動できる。操作時間も、あ、7.39 秒ですね、通常は。あーちょっと変な組み方した。あーちょっとやばいな。6コンボ、危ない。木がいい火力出してくれてた。闇吸収ね、オッケーオッケーオッケー。ちょっと今日なんかふわふわしてるな。いいっすかね。78、オッケーオッケー。バトル12、はいはい、これはコンボ吸収だけで、色もあるので、また変な組み方してるな。7コンボあればでもエンダーが1000万超え出してくれるので、はい、バトル13通る。遅延を食らったもののターンに余裕あるので、ちょっと攻撃色増やしましょうか。一応慎重にね。攻撃していきます。うわずれてるなー。あーやだな。6コンボか。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。バトル14、うん、はい、問題ないですね。まあいつも通りたらレーダードラゴン系かなと思います。バトル15、はい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 、前職あるので問題はないんですけど、回復がないのでちょっと怖いな。まあでも軽減を発動できるので、一旦毒以外を消しますか。そうしましょう。ただちょっと難しいな。あーお邪魔残すのやだ。6コンボ
はいはい、回復がないな。まあ大丈夫でしょう。毒は消しません。消してるな。危ねえな。回復の落ち込む、うん、ないけど7コンボいったのでオッケーでしょう。はい、バトル16アモン、オッケーですね。じゃあ一旦ここ毒を消して、回復4つ消ししましょう。回復強化がねめちゃくちゃこれいい回復力になってくれるので、はい、すごいな、5万回復で盤面も綺麗になったし色もあるしってことでなんとか落ち着きを取り戻し始めましたね。あとはボスだけかな、怖いのは。バトル17、はい、ここもコンボだけですね。ちょっと慎重になってきましたけど、バトル18、はい、ここはジンですね、間違いなく。ヘスティア使います。慎重に、落ち込んがないので助けてはくれません。はい、陰性があったとしても受けれるはずです。光がないのか、なるほど。でここもね陣なので、三色陣なので回復込みの三色陣ではないので、ちょっとこれめんどくさいことになったな。まあでも一旦そのエンラのコンボ強化に頼りに行く形で組んでみましょう。うわ、ここに光、むしろ OK ですね。バインドを食らって今バトル19か。一応ここのエンラにバインド対策としてサクラをアシストしてるんですけど、外していくか外していかないか、この次バインドがあるのか来ないのか。いやーでも行きましょう。で色がないので、じゃあ三色陣使いますか。 HP も満タンだしってところで、はい、ミサトレイランは本当に、レイランの上位互換で2ターンヘイストがついてるので非常におすすめです。まあコラボキャラなんでね、なかなか手に入れるチャンスが少ないかとは思うんですけど、はい、一旦これでゼヘラは突破かなと、うん、さあ誰、あーなるほど、いや残したかったな。これが一応ネルバエンハンス、三色陣三色陣、ここを三色陣いって、その次エンハンスかな。きっとでも組みすぎると2000万とか出ちゃうからな。で神キラー振っちゃってんすよ。まあアンタレスは元からついてるんですけど大丈夫かな。
ダメな気がするな。まあでもい、大丈夫でしょう。ちょっとコンボ数減らしました。最後の最後でチキ、あー乗ったな。あー全然出る。普通に危ない。あーオッケー。7コンボなので、怖っ。陣次第じゃん、そんなの。ボタンでしょ、単色たまんねえか。まあ大丈夫かな。エンハンスはいらないね、今の感じを見るに。なんだったらこの盤面でいける気がすんな。いっちゃいましょう。相手貴族戦になったしね。いきます。コンボ数、コンボ数、コンボ数。いったんじゃないですか。 OK ですね。ちょっと、まあ、覚醒ヘステアパーティーをそんなに使ったことが実はないっていうのと、まあ、何が出てくるか分かんないっていうのが純粋に不安だったので、最後の方慎重になって下ってしまったところもあるんですけど、まあ、こんな感じでなんとか勝てましたね。で、まあ、最初にも言ったんですけど、このスーパーノエルチャレンジ、スーパーノエルチャレンジクリアすると、スーパーノエルドラゴンが1体ゲットできるということで、レベル限界突破、お好きなモンスターをさせてみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いします。本日は以上です。さよなら。